今回は、視聴者さんのコメントから、行きたいお店を選択しました。了解しました。いざ出陣。駐車場に車を止め、いざ、気になるお店、学さんへ。外装から、ラーメン屋さんって感じが伺えます。どんなラーメンが食べれるのか、ワクワク。回転ダッシュ効果で、すんなりと入店。店内は、テーブル席が2席、カウンター席が3席と、少なめの座席となっています。自分と友人は、テーブル席にお邪魔しました。店主さんの温かい接客もあって、居心地が良かったです。また、お冷やはセルフサービスとなっていますので、食べる前に準備しときましょう。気になるメニューは、醤油チャーシュー麺大盛り、味付け卵トッピング到着です。チャーシューのボリュームの凄さに感動。醤油チャーシュー麺大盛りいただきます。気になる麺は、中太の縮れ卵麺。色から食欲が湧きます。もちもち感が素晴らしい麺、ブラボー。次から次へと食べたくなる麺。チャーシューいただきます。口の中に広がるお肉の旨味、完璧です。一緒に食べている友人も、麺が美味しいと、絶賛。チャーシュー最高。まだまだたくさんあります。幸せチャーシューをスープに沈めていただく作戦に。スープがたっぷりと染み込んだ、海苔の美味しさに惚れ惚れ。まだ麺があります。大盛りにして大正解。スープのコクが、チャーシューからも伝わってきます。グレート。箸が止まらない。トッピングの味付け味玉いただきます。コクと旨味が口の中に広がります。グッジョブ。チャーシューごちそうさまでした。ここからは、レンゲでいただきます。スープは、背脂のコクが感じられる、少し濃いめのスープ。ここから、一気にいただきます。綺麗に食べきらなくては。醤油チャーシュー麺大盛り、味玉トッピングごちそうさまでした。
味噌チャーシュー麺大盛り到着です。注文しているお客さんが多かったので、気になり、注文してみました。先ほどの醤油チャーシューにはなかった、角切りチャーシューからいただきます。さすが角切りチャーシュー、ジューシーな味わいが、口の中に広がります。辛いラーメンにドンピシャ。麺は、先ほどの醤油と同じ、中太の縮れ卵麺。もちもち食感を再確認、うまうま。麺から、スープのピリ辛感が伝わってきます。ナイスコンビネーション。次から次へと食べたくなります。暑い時期に食べるピリ辛ラーメン、最高。麺にドハマり中。やっぱり麺大盛り最高。角切りチャーシューを食べるたびに、ピリ辛スープとの相性の良さに惚れ惚れ。心地よいメンマのコリッと食感が、たまらんです。お昼時が近づくにつれ、どんどんお客さんが増えてきます。人気の理由が、ラーメンから伝わってきます。先ほどたっぷりといただいた、チャーシューいただきます。醤油、辛味噌と、2種類のスープがチャーシューから味わえて幸せ。お客さんが外で待っているので、急いで食べなくては、2品頼んですいませぬ。熱々のラーメンに、ピリ辛スープ。汗がすごいので、一旦休憩。いつも一品しか注文しない友人が、美味しいと2品注文していました。びっくり仰天。ピリ辛というのもあって、ネギの存在感がありがたいです。濃いめのピリ辛味噌スープの味わいに、大満足。ラストのチャーシュー、いただきます。うまうまチャーシューごちそうさまでした。ここから、一気にいただきます。辛いのが苦手な自分でも、飲めるスープ、皆さんもぜひぜひ。辛味噌チャーシュー麺大盛り、ごちそうさまでした。友人の注文は、味噌チャーシュー大盛り、味玉トッピングです。スープにもちもちの麺が合っていて、
美味しかったと。続いて、塩ラーメンです。あっさりとしていて、2杯目なのに、スルスル食べれましたと。中太の縮れ卵麺、チャーシューの美味しさが、醤油チャーシュー、辛味噌チャーシューから伝わってきました。視聴者さんのコメントのおかげで、美味しいラーメン屋さんに巡り会えました。感謝感激。また、友人が食べていた、塩ラーメンも美味しそうだったので、次回の楽しみにとっておきます。では、今回はこのあたりで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。